お前、自分が何してんのか分かってんのか。言ったはずだ、今俺に手を貸せばお前は。うるせえ俺はおめえがいねえ登場会でのし上がっても意味がねえんだ。おめえがいくら言ったとこで俺との縁は切らしゃしねえ。錦、覚悟しろよ。俺は一生おめえにつきまとってやる。そこまで腹くくられたんじゃもう何も言えねえな。暴れてやろうぜ、兄弟。ああ行くぞ。Yeah!
本当、負ける気がしねえよ、お前と一緒なら。そいつはこっちのセリフだ、兄弟。錦、これから西公園のホームレス街に行く。うん？牧村誠をそこにかくまっている。橘を取り戻すまでは俺らで彼女を守り続けるんだ。そうか、よし、わかった、行くぞ。おい、キリュウ。お前なあ、キリュウ。ちょっとお前、ごめん、ぶっ殺すぞ俺ら。後悔するなよ。おら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 はホームレス街だったよな。牧村誠をそこにかくまってんだろ。お前、あそこに知り合いでもいるのか。ああ、それがどうかしたか。いや、今までいろいろあったんだろうなと思ってよ。あの日お前とのんきにラーメン食ってたのがずいぶん昔のことみてえだ。そうだな、あれからおめえが堂島組抜けたよ。もう前みてえには戻れねえのか。今はとにかくやるしかねえ。まだ先のことはいい。ああ、確かにな、おめえの言う通りだ。キリュウさん、あれ、もう一人、もしかしてお兄ちゃん。お兄ちゃんって、はあ、分かった。二人とも状況を説明させてくれ。少し長い話になるかな。兄が堂島組にさらわれた。そんな。兄って、立花。え、この子、殻の一坪の持ち主だろう。その二人が兄弟ってどうなってんだ。いっぺんに聞くな。とにかく今は橘を取り戻すことだ。なんで、やっと会えると思ったのに。橘をさらったのは堂島組の渋沢の指図だ。渋沢、大阪で俺たちを襲ってきたやつだ。堂島組若頭補佐の一人。今はそいつが堂島組を動かしているってことらしい。
東島組は兄じゃなく私の居場所を探してるんですよね。すまない、俺があいつを守ってやれなかった。でも必ず連れ戻す。俺が命に変えても。アジア街の顔役からだ。電話してくる。俺も行くぜ。キリュウさん、兄をお願いします。お願い、お願いだから。分かった、すぐに会わせてやる。必ずな。急ごう、キリュウ。アジア街から立花の居場所を聞くんだ。すぐに電話しねえと。ああ。アジア街の顔役ったら信用できるのか。ああ。俺は立花が連れてかれた後、アジア街で倒れてた。あの人が敵なら今頃俺はもう生きちゃいなかったはずだ。それに俺に立花を助けろと言っている。なるほど、アジア街も立花を失いたくねえってことだ。しかしその立花と牧村誠が兄弟だったとはな。おまけに二人揃って堂島組に狙われてる。ついてねえってどころの話じゃねえ。ああ、だがこれ以上あの兄弟を極道のごたごたに巻き込みたくねえ。あの二人はただ生き別れた肉親に会いてえってだけなんだ。そしてやっと同じ町にたどり着いた。二人が会えば殻の一つぼも片付くんだろう。それが風間のおやっさんの望みだとしたら俺らも体の張りどころだな。ああ、頼りにしてるぜ兄弟。だね、陣さん、立花の居所はつかめたか。殻の一坪に隣接しているハイビルだ。七福通り沿いにあるクレッシェンドビル、そこの地下室に連れ込まれたらしい。クレッシェンドビルだな。人数は7人程度。ただクゼという男がそこにいる。知ってるね。ああ、クゼは渋沢の命令で動いているようだ。その前は阿波野についてたが、鞍替えしたと見える。よほど後がないらしい。だがそういう男ほど危険だ。分かっている。立花さんを頼む、桐生さん。錦、立花は七福通りのクレッシェンドビルだ。クゼもいる。わかった、とにかく急ごう。よし、やってやる。キリュウ、牧村誠はずっと橘のことを探してたのか。ああ、蒼天堀で兄のことを探し回ってたらしい。なるほどな。橘もそのことは知ってるのか。ああ、知ってる。そうか、俺にも妹がいるからな。立花のことは人事じゃねえ。俺が立花なら命張って妹を守ろうとする。錦、だからよ、
あの兄弟絶対合わせてやろうぜ。じゃあ次、六本目行こうか。七本目もまとめて行っちまった。指先は神経が集中して痛みを与えるのに最適です。まあな。手の指と合わせて残りたったの8本、全部潰れるまでに私の口割れますか？舐めやがって。いい加減開けやおら。牧村誠はどこだっつってんだ。私に泣き入れてないで、ちゃんと仕事しないと。渋沢さんに怒られちゃいますよ。あなたも後がないんでしょう、久世さん。この野郎、殺しちまったら何も聞き出せねえだろうが、てめえを殴るしか能がねえのか。お、あと少しで口はありますよ、こいつは。まだわかんねえのか。拷問が通じる男じゃねえよ。いい加減他の手考えろよ。はっ、そんなもん俺ができるわけないでしょ。ああ、おらねえ兄貴、人間殴んのがたまんねえから極道やってんです。兄貴だってそうでしょ。極道に頭使えなんて、いつからそんなぬるくなっちまったんですか。そんなんだから何度も下手打つんでしょうが。誰に向かって口
口聞いてんだ。てめえを見てて思い出したよ。俺はな、自分より強えと思われる奴を殴るためにずっと極道を張ってきたんだ。てめえみたいな三下と一緒にするな。ちょっと何する気ですか。情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちは、この俺がいい笑いもんだ。てめえ笑ってんのか。おい、何見てんだ俺。ここは爽快なるようになっちまうもんだな。くぜえ、さっさと来い。
妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろう。今連れてきてやる。錦頼む。誠をここに。分かった。もう間に合いません。立花。キリウス。ラオグエよ。あやつってのはドージマ総兵です。なんだと。クゼが言ってました。すべての人はドージマが引いています。クガ様ぞ排除するためにあなたに殺しの濡れ衣を。おい立花、なんだこんなこと。立花、お前の妹は必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。
奴ら再開発計画を乗っ取れる。東京進出だ。そして東城会に戦争を。知ったことか。キリエル、女を渡せ。東城会全部を敵に回す気か。牧村誠に指一本でも触れてみろ。俺が東城会を潰す。一人残らず叩き潰す。それが俺の覚悟だ。キリュウ、お兄ちゃん